はい、ちょっと今整理ができなくなっちゃったんで、状況を報告しますと、はい、3号機について例のあの水が水源がなくなったんで海水に切り替えを、はい、何時何分したんだっけ。13時10分頃海水の注水を開始しています。はい、ただしそれ以降露水が上昇に転じなくて、海水注入時の露水が AK-1700B-2200 のところ13時45分現在で A-1800B-2200 でほとんど動いてません。下がってはいないんだけど動いて上昇していないという状況になってます。そうするとね、はい、分からんのだけどそのレベルって十分下なんだっけ今の。そのいや燃料見えてますよ。蒸気が顔出してる感じだな。はい、だからタフだからね、有効調の頂点が0ですからマイナス2000ですから、あとだから多分半分ぐらい顔出してるような状況です。そうするとこれをさ、なんせ水をもっともっと入れて露水回復しないといけないんだな。